パズル研究コレクティブをご覧の皆さん、こんにちは、マックス村井です。こんにちは、トスケです。前回の、村コレスーパーゴートレース、竜頭シリーズのキャラ紹介動画にちょっと触発されて、どうしても引きたくなってしまった。はい。イナ。17出るかもしれないよ、トスケさん。イナが出るかもしれないよ。イナが出るかもしれないよ。あるよ、こういう時の私は。おじ？たくさん持ってる。あ、ですよね。ゼロたくさん持ってる。ただ、結構たくさん持ちすぎてて、いろいろ、あれしちゃったから。今回出ました。出てるのは嬉しい。動きまくったよ。一撃目からいきなり動いたよ。また今回のシーン。シーンです。今回のこのガチャも、またしても、社員説が出るみたいな。本当にね。引きを私が見せつける可能性が。当たりっす、これ。持ってない。初です。これめっちゃ優秀です。自称プラス吸収無効なんで、これマジで強いっす。ありがとうございます。いや、それ、進化した方がいい。進化する、ね、マジで強い。うわぁ、紙切れ3つ持ってる。マジで強いです。多色でも使えるし、コンボ場でも使えるし、自称系の50倍が強化とか積んだやつも使えるしで、マジでこいつは優秀。やべぇ、今のところネプチューンとか出てないっすよ。せい、ほぉ、来た、やっ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 たぞ、これやったぞ。絶対売却すんだ、絶対売却すんだ。いや素晴らしい、素晴らしい。将来の玉ですか。将来、いや、将来の玉で、先日2体目が出たんですよ。うん、嬉しい。ありがてぇ。いや、でもまあ、使うとこっすよね。ベロは欲しいですよね。そう、ベロはもう1体欲しい。ヘスティア。ベロはな、もう1体欲しい。こいつパッとヘスティアって出る人なかなか多くないっす。私、ヘスティア結構使ってるんですよ。ああ。なんだっけな。なんかの時に結構使ってたんですよ。なんだっけ。でも優秀なキャラですよね、ヘスティアもね。火薬の状況を持ってるんで、活況にはあった。最高すぎる、レベルが高すぎる。うわぁ、あ、キー、これ待って、待って待って、え、引きやばい。あ、キー、これ待って、これ吹き飛ばして、え、やべぇ、吹き飛ばして、先生、先生、またえぐい引きをしてるぞ、私。さすがホットチェス。やばい。ゼラ。二分の一で。やばいよ。よく動くな。さすがミラクルぐらい。これまた来るな。また、あれされるな。この引きの強さ。よし！お、やば。さすがに低評価。もう低評価。待ってくれ。もう低評価。やめてくれ。やめてくれ。もう低評価。低評価つけないでほしい。本当に低評価つけないでほしい。いい結果が出た時に低評価をつけるという、その風潮は本当にやめてほしい。やめてほしいらしいです。やめてほしい。やめてほしい。やめてほしい。でも、これ、入れてる流れ来てない。よしよし、よかった。あ、やっとまともなやつ出ましたね。まともじゃねえ。ちょっと戻った。ちょっと揺り戻しがあった。さあ来い、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 さあ来い。なんかこれぐらいの感覚がいいんだよな、そのあんまり気通らずの。うわぁ、うわぁ、やべぇ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 。え、持ってません？持ってる。2体目。あー、ありがとうございます。よき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 。今ではなかなかやめた、一点狙いするっていう難しいんで。引き、最強の引きだな。うん。やばすぎる引きだな。うん、これでもいい。これ名前わかります？パッと。ウラノス。クロノスです。ウラノスじゃないです。混ざってます。ウラノスと混ざってます。これ、2体持ってる。まあ、別に打っていいと思います。俺は来い。いいね。いいね。いいね。いいな、いいな。ああ、いいね。いいな。いいな。あ、ちょっと普通になってきたな。うん、どうですか。でも、皆さん、こういうガチャだから。こういうガチャだから。ただラストです。ここで、ここで、こういうこと、ここで、ここで、皆さん、こういうことだ。さあ、ここで、いやー、こういうことだ。よろしくお願いします。いや、でも十分ですよ。やってますよね。やってる、やってる、やっちゃった。まあ、ここまでだな。ただね、皆さんね、もう村さんみたいにね、こうね、引いた後にさ、いらねって思ったやつ、パンパンパンって言うんじゃなくて、ちゃんと手持ちで、こいつ何体いるのかなっていうのをちゃんと確認してから打ってくださいね。意外と持ってんだよ、私。そんなパン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 打ってないんだよ。本当っすか？うん。いやー、されねー。一体ベロは欲しかったなー。いや、なんか私プラスが告発しちゃったんですけど、つい最近のどうでもいい話をするとですね、唐突にアルテミス、正月アルテミスパを作りたくなって、はい、で、いろいろ組んでたんですよ。
で、この辺の子揃えててなかったので、クラスがない、もうなくなっちゃったの、クラスが。で、このパーティー作ってたでしょ。で、覚醒も超覚醒もいいの出るまでみたいな感じでぐる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 やってたでしょ。ああ、そういうことやっちゃったんですね。どういうこと、どういうこと、ぐるぐるしないの。いや、超覚醒は必要になったらつけるぐらいです、感覚として。なるほど。あの、マジで超覚醒のをつける。は、そんなプロトス持ってました。は、公開してもらいました。え、してない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 。全部自分で持ってたやつよ。は、2体完成させて、2体は、ピースどころか進化前だったんですよ。はいはい、あの、なんだっけ、おじいちゃん、はい、名前、はい、デュランダルフ、デュランダルフだったんですよ。で、先日ちょっとどうしてもちょっとアテラ艦隊行けそうになっちゃったんで、はい、っていうのは1体持ってたんですよ、はい、で、適当に引いたら1体出たんですよ、はい、で、あれワンチャンいけんじゃねと思って1体交換したんですよ、はい、で、3体じゃないですか、はい、あれこれもう1体いたらバレリア2体持ってるからあれ完成じゃねと思って、で、やっちゃった。いいっすね。いや、なんか一応あのグレートスピリッツとかのオーバーシャンマンキングコラボかな、回収したかったかな、まあ、忘れたんですけど、まあ、そこでもいい武器があるんで、まあ、もし持ってたら村井さんそいつつけちゃってもいいかなと思います。はい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 、いいですね。いや、マジか、廃火器で、これはちょっと先日時間がない中でやってたりとかして、はい、で、いや、廃火器ですよ、私普通に。もういいの持ってますね、結構。結構ね、最近いろいろこう、あのね、ほんとね、ちょくちょく見てて思うのが、なんかね、ちゃんと育成したら多分ね、そんな僕と変わんないはやばいんですけど、だって村田さんこれ端末、ね、これ何赤目よって話なんで、うん、そもそもね4赤目か5赤目とかじゃないですか。そんなんで、なんかね、ちゃんと育ったらコスケと変わんねえよなんて確かに言わせねえんですけど、いや、でも、結構揃ってるんですよ。まあ引きの強さがあるから。殴っていいですか今度は裏営業やりましょうよ、そしたら。そう、裏営業行きたい、やりたい。マウント取られてるから、私、あの誰に、リオネルとかハラミンに。いや、ただ、1個聞いていいですか。どうぞ。レモン増やしてない。いや、違うんですよ、違うんですよ。そういえばなんですけど、はあ、村井さんの強ゲームだよね、だよね。そうなんですよ、僕ちゃんとこれ記憶してたんですよ。裏異業の以前に村井さん、裏何もやってないですよ。やってないというかね、闘技場を楽しめない人なんですよ、あんまり。わかりますかね、皆さんね。僕もまあわかるんですよ、その裏闘技場そんな楽しくねっていうその人の感覚。僕もその熱中してる時はすごい楽しいんですけど、毎日これやりたいかって言うとそうでもないし、なんかゲーム感の違いよね。うん、そう、僕はなんか本当にやり込むのが好きで、うん、なんかその闘技場1でも個人的にはそうじゃない人ってたくさんじゃないですか。いや、めっちゃ遠い。マイナリティだと もちろん自覚はしてるんで、ただ1日2、3回スタミナ分だけ闘技場をやるっていうよう なんかそのそういうパズドラの遊び方ってすごいちょうどいいなと思うんですよ、うん、多分僕もこんななんかゴリゴリでやっていこうと思ってなかったら多分そんな風に遊んでるはずなんですよね。新しい闘技場が出たらその闘技場を毎日楽しむっていうような、うん、ああ勝ったわけだっつって楽しむのが一番なんだろう、精神衛生上いいし財布的にもいいし、でちょっとなんかキャラ足そうかなって思った時にちょっとガチャ引くぐらいの感じでいいと思うんですけど、私のプレイは基本的にガチャを引いてスキル上げて、で玉ドラ、スタミナが余ってたら玉ドラ取って、はい、でシェヘラザードとかタイミング合わなかったから未だに1個もやってない。ああ誰かがやらなくてそいつは。シェヘラでもエリスはやった方がいいっすね。それってだけあのなんかの進化で使うじゃないですか、シェヘラザードなんだっけ、バセトスかかな、なんか欲しい気持ちはあるんだけどタイミングが合わなくてやってなくて。まあ買ったっすよ、シェラサート。あ、ほんと、はい、シェラサート4体ぐらいつけば作った。すごっ。1回で、いやだから簡単っす、確かそんな難しくない。もしもスタミナが余ってたらやることっつったらタマドラだからな。いや、いいと思いますよ、全然それで。うん、やっぱスタミナ溢れさせるっていうのが一番愚策なんで、まあ愚策っていうか、まあもったいないなと思っちゃって、うん、全然いいと思います。はい、というようなまあそんな感じですかね。いい式でございました。ありがとうございました。はい、じゃあ今後なんですけど、村井さんとマルチとかでもいいんで、とりあえず村井さんの裏闘技場を処理していこうかなと思います。処理しよう。皆さんご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。高評価、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。はい、高評価でいいんです今回。高評価でいい。後半やっぱね、尻下がりだったんで尻上がりだったらバッとお願いしますっていう。ラストでいいねが出てたかもしれないんで、ね、それも低評価の話です。はい、概要欄にある我々のただのチャンネルに変わってるので、はい、ぜひそちらもご覧ください。はい、さよなら。